で、第1話、こんにちは、アストンマーちゃんです。からですね。まあ、電気の1文目で書くことはもう決めているので、トレーナーさんには分かりますかっていう、まあ、1月20日 ?1 月30日。あ、これは新キャラ解放。違うキャンペーンのやつか。いないですよね。え、おう、ボイスありなしの、こっちで。それでは、改めまして、自己紹介をしましょう。はい。アストンマーちゃんの自己紹介、自己紹介からね。ちなみに私、あの、アストンマーちゃんの育成はして、あ、それなりの、こっちの話は知ってるっていう状況なので、まあ、ちょっとこの、お、なんか花火、ありがとうございます。はい。ちょっとここでもうすでにね、自己紹介からあるので、ちょっとこう、精神的に来るものがあるんですよね。ちょっとネタバレじゃないですけど、はい、育成一回じゃないですけど、いろいろとしちゃったせいで。話をしてるというね、弊害がここで来てるっていう。はい。では、アストンマーちゃんの、うわ、ちょっと待って、アストン、あ、どういうことになった。変なことをおっしゃった。はい、枠が。こんにちは。アストンマーちゃんです。はい、アストンマーちゃん。よろしくね。そして、彼女ははにかむように笑った。軽やかに弾む丸い瞳に自分の瞳が映り、自分の姿が映り込む。話は数日前に遡る。あ、トレーナーになってからの今の改めての自己紹介かな。担当馬娘を探すため、同僚と共に模擬レースを見に来ていた。ある日、いつになく観客席がそわついていた。というのも、新人馬娘発掘特番ゆうぱか、今日はトレセン学園から全国のお茶の間の皆さんに素敵な新人馬娘をご紹介しますよ。テレビクルー本当に来てるな。出走馬娘は張り切るんじゃ、いや、どちらかというと緊張してるな。落ち着いているのはアストンマーちゃんくらいか。さすが肝が据わってるよ。トンマーちゃんが当てになった。同僚の視線の先にはどこかピリつく空気の中、穏やかな笑顔を浮かべてゲートインする馬娘の姿があった。さあ、レースも終盤、最終直線に入りました。誰が最初に仕掛けるのか。独特なピッチ走法で先頭を捉え、アストンマーちゃん半馬身かわしてゴえ、うん、ピースピース、よし、グラウンドから寄ってきたタイミングで行きましょう。まずは一着のアストンマーちゃんから。インタビューは、こんにちは、アストンマーちゃんです、よろしくね。あ、アストンマーちゃんさん、こんにちは、ニューバカです。素晴らしいレースでしたね。見ましたか。実はちょっぴり張り切っていました。あ、こちらはマーちゃん人形です。こんにちは。はい、なんか冬のコミケでアストンマーちゃん人形がのコスプレがいたって噂のマーちゃん人形ですね。知ってます。ああ、可愛らしい人形ですね。ところで、もう担当トレーナーはお決まりなんですか。それが由々しき事態なのです。現れないのです。あら、そうなんですね。でもきっと今のレースで多くのスカウトが届くかと思いますよ。そんな言葉に引き寄せられたかのように、アストンマーちゃんをトレーナー陣が取り囲む。アストンマーちゃん、ぜひ私に担当させて。
中堅トレーナー。あなたの足を生かしたトレーニングをたくさん組むわ。僕も立候補させてください。君の天性の才能、腐らせることなく完璧に生かしてみせます。やっぱり。よし、しっかり取ってくださいね。契約成立の瞬間を捉えられるかもしれませんから。さて、期待の新人アストン・マーちゃん、この大勢のトレーナーに一体どんな返事をするのでしょうか。悩み中。皆さんの夢は何ですか。おお、ギャルゲヒロイン、昭和じゃない、平成、なんだろう、90年代とは言わないけど、なんだろうね、このギャルゲー臭い、いきなり皆さんの夢は何ですかとか聞きに来るのはね、昔のギャルゲーとかであったんだよね。ちょっと会社名はよくわかんないけど、ね、ああ、それはもちろん、あなたと一緒に G1 を勝利することよ。僕は君と一緒に年度代表ウマ娘を狙いたい。君を世代最強のウマ娘にしてみせます。はんはんははんはんほう、わかりました。まったね。まったねって全然わかんないよねこれ。なんでって、不思議ちゃん系だよね。ちょっと待って。寄り添いたいとももちろん思っているわ。あなたの夢を聞かせて。まーちゃんの夢はマスコットになることなのです。マスコット？ただのマスコットではないです。世界を股にかけたスーパーマスコットです。スーパーマスコット言われてもね。あらゆる場所に出没し、あらゆる人の手に渡る、そんなスーパー、いえ、ウルトラスーパーマスコットがいいのです。アルコの言うウマドルとも違うし、北高たる前のような、あれはなんだ、ウマドルじゃなくて忘れたけど、なんかアイドルともまた違うマスコット。マスコットって意味がね、多分いいなんだよね。なるほど。はい、そんなわけなので、だからまたね。またね。でも手を振ってくれないの。アストン・マーちゃんがそう言い残して去った後、そこにはあっけに取られている大人しか残っていなかった。不思議な雰囲気の子だ。あ、不思議しか残らない子だよね。レースで見た独特のピッチ走法には確かな才能を感じたが、それ以上にその不思議な雰囲気は強く印象に残ったのだった。そんなことがあった模擬レースの帰り道。もしもし、もしもし、カメラを持っていてもらえませんか。あ、俺？はい、中央広場で歌ってる姿を撮ってほしいのです。はい、トレーナーは三脚になります。三脚をうっかりさっぱり忘れてきてしまって。はい。いやいや、ちょっと待て、俺はいいっつってねえぞ。こんなとこで馬ピョ遺伝説なんて意味わかんねえ。意味わかんねえ。動画はあればあるほどいいのです。もうあり余ってんだろうが。つうか、なんでわざわざ歌ってるとこ通るんだよ。まだ撮ったことがないなと思ったので。ああ、もう今聞く耳持ってねえな。こうなってくると頑固なのよね。しょうがないわ、さっさと取って帰りましょう。急にすみません、少しだけいいですか。この子本当になんかこう、こういうのが好きな子ね。もちろん。わあ、ありがとうございます。さ、このスマホでお願いします。スマホじゃなくてスマホなんだ。それじゃあ、
この辺からあの辺をこういう感じに撮ってほしいです。不思議で撮られることが大好きな走ればピカイチの馬娘、それがアストンマーチャーの第一印象だった。これで1話終わりかな。全くただの不思議ちゃんで終わっちゃうパターンだよねこれ。第2話が日課はお友達にお名前をつけること。はい、アストンマーチャの動画を撮ってから数日後、買い物帰りに高架下を散歩していると、ある子が毎日なんかあの歌って反射してたところかな、高架下って。ほわほわさんはほわほわさん、とってもほわほわですね。ほわほわさんって誰。くつろいでいる彼女に出くわした。なぜか隣には白い鳩がおり、当たり前のように話しかけてる。白い鳩、なかなかここがどこか知らないけど、多分関東でしょきっと。水戸領とかなんとかってよくわかんないけど、きっと関東だろうし。白い鳩って広島かよって感じ。あれ、あなたは確か広島でもいねえか。この間の動画のトレーナーさんですね。はい、動画のトレーナーではないですがトレーナーです。覚えてくれたんだ。はい、まーちゃんは絶対に忘れません。出会ったらずっと覚えています。メガネがあざといね君。このね、ちょっとずり、ちょっとずれてるこの下に、これがまたこうね、ギャルゲ臭を出してる。をやけに真剣に告げるアストンマーチャン。隣の鳩が相槌のようにクルックーと鳴く。この子はペットなのか。お友達です。ペットではありません。と言っても出会ったばかりですが、お昼寝をしていて気づいたら横で寝ていたのです。あ、飛ばしちゃったかな。野生の鳩が勝手に横で、そんなことがありえるのだろうか。もしかするとこの辺りにクロエ・ハーバードさんが住んでいるので、彼女から紹介されたのかもしれません。クロエ・ハーバードとか知らない人が出てくるし、クロエ・ハーバードさんとトレーナーとなんかこの辺感覚一緒だな。あ、服部忍び丸かも。それとも有村さん。有村さんってアリンコ、もしかして。服部忍び丸だったら猫かもしれないけど、有村さんってことはなんかアリンコの可能性がある。服部に有村さん、あ、二つかこれ。服部忍び丸がきっと猫で、有村さんがアリンコのアリで、どっちかでしょうって言ってるのかな。紹介しましょうか。紹介されることになった。商店街の端へ連れて行かれ、そこで出会ったのは、クロエさん、こんにちは。クロエさん、今日も元気いっぱいですね。赤ちゃんは元気ですか。誰か、カラス。クロエがカラス、カラスだ。服部忍び丸、これは猫でしょ。今日はお天気がいいからお昼寝日和ですね。うん、猫だよねやっぱり。そう、野良猫だ。次はね、アリンコ。有村さんは働き者ですね。新しいご飯は見つかりましたか。アリ、アリってそうですか、そうですか。じゃあそろそろ一度休憩をした方が良いでしょう。そうだ、有村さんに見せたいものがあるんです。有村さんに。まー、あ、ちゃんのとっておきです。見たいですか。そうですか。というわけで行きましょうか。どういうこと。どこへ。まあ、まあ、だよね。とっておきです、ね、とっておきです。
ここアグネスデジタルが限界化したとこだ。出る。そしてアリをアリを片手に持ってきたの。アリを片手に乗せ、向かった先は街中のウマ娘グッズショップだった。アウチ。アウチ。アウチ。今度はどうしたんだ？まーちゃんのマスコットがまだない。それどころかグッズが一つもないですね。デビュー前だから。有村さんに見せたかったんですけど。デビュー前でしょ。さすがにデビュー前にグッズはないと思うな。この間の模擬レースでスーパー目立っていたはずなのですが、ウルトラスーパーマスコットへの道のりは長い。さすがに G1 出てないとね、みんな後ろ勝負服だからね。いや、これは勝負服じゃないか。あるうららぐらいじゃないと無理なんじゃないかな。デビュー前にグッズが作られるのは稀では。というのはさておき、以前もマスコットの話をしていたことを思い出した。まーちゃんの夢はマスコットになることなのです。あらゆる場所に出没し、あらゆる人の手に渡る、そんなスーパー、いえウルトラスーパーマスコットがいいのです。この様子だとアストンマーちゃんが言っていたマスコットになりたいという話は存外本気だったようだ。でもなぜそれをレースの目標に。メガネと目の奥行きがあるってのが 3D だけど、意外とこの辺って珍しい気がするんだよね。結構のっぺりしちゃうからこの辺。多くの馬娘はレースそのものへの夢や憧れ、もしくは活躍することで達成し得る自己実現のためデビューをする。ただただグッズ化のためにデビューというのはかなり珍しい。意図もよくわからない。どうしてグッズ化が目標なんだ。最重要ミッションなのです。一家に一体アストンマーちゃん、そんな時代が来たらいいなって思ってるのです。オフリーキャップみたいに。彼女の返事がいつもなんだか彼女の返事がいつもなんだか要領を得ないのは癖のようだ。それはつまり。きっかけですか。それはですね、数年前、まだまーちゃんが今よりほんの少しだけ小さかった頃のことです。うい。どこか神妙な面持ちでアストンまーちゃんはとうとうと語り始めた。まーちゃんは悩んでいました。まーちゃん人形が完成したのに、どうやって配ればいいのかわからなかったからです。こんな昔でもないんじゃないこれ。どうすればみんなに手に取ってもらえるんだろう。直接配る以上にもっと画期的で効率的な方法はないんだろうか。裏などみたいに人手を凝って配る。炎上商法です。ワイドショーをにぎわすような悪いことをするのです。却下です。悪党まーちゃんと言われたくはありません。よりボケツッコミと言っていいのだろうかと。ではビジネスの勉強をするのです。ふむ、悪くありません。それはそれで作戦を練りつつ、手っ取り早い方法も知りたいです。ポータルマンみたいにアイドルになる。なかなか良い方法が思い浮かびません。そんなある日、まーちゃんはウマ娘のグッズショップに偶然行くことがありました。そこにはなんと、どんどん売れていくウマ娘マスコットの姿があったのです。手が合わない。
驚愕でした。知らなかったのです。レースで活躍した馬娘のマスコットがあんなに大人気だったなんて。そりゃあこの世界の馬娘は大人気です。みんなに愛されるマスコット。そっか、これならまーちゃんも。そんなわけでまーちゃんはトレゼン学園に入学して、トゥインクルシリーズでの活躍をまくろんでいるのでした。これで来れるともうアグネスデジタル並みにかなりとんでもないキャラだよね。そう考えるとこれでトレセン学園に入れるって。そもそもグッズ化ありきで入学してきたこと、そしてグッズ化に対しての情熱は並々ならぬのであることは分かったが、そもそもなぜグッズ化したいんだろう。そんな根幹の部分 は話し忘れたのかはぐらされたのか、当たる言葉に答えはなかった。少し気になったものの、夢は全国展開、そして海外展開なのです。今はレースの他に簿記の勉強もしています。簿記？私は簿記3級なら持ってるよ。まー、あ、ちゃんはあんま役に立ってないけど、運よく生まれてこの方ラブリーなので、はい、きっとデビューして勝てばうまくいくと思っています。はい、自分がラブリー可愛いって分かってるっていうね、そういうしょ、はいはい、単に目立つのが好きなだけなのかも。なんとなくそんな答えが腑に落ちてしまい、確かなことは分からずじまいだった。またカレンちゃんとはまた違う可愛いの見せ方をするってことかな。得意なことは覚えておくことです。第3話。お、あなたこの間のあのまーちゃん見ませんでした？今のところトレーナーになろうっていう雰囲気に微妙になってないよね。見てないけど、どうして？その実は。よし、回収終わり。グラウンド戻りましょうか、まーちゃん。まーちゃん何見てんの？まーちゃん？どうしたの？その白い鳩。って、その子。白い鳩、なんだっけ？鳩子さんじゃなくて、忘れた。ふわふわさん？そうですか。ふわふわさん。ほわほわさんは海へ行ったのですね。海。最後にさよならさせてもらえますか。海。ああ。まーちゃん。海か。鳩は亡くなっていたんです。どうすればいいのかわからなくて、それで少し目を離した隙にいつの間にかいなくなってて、変な子ではあるんです。ふらふらどこかに行くのもいつものことだし、一人で埋葬に行ったのかもしれないですけど、でもあの子っていつか急に手の届かないどこかへ行っちゃいそうな雰囲気があって、だから不安になっちゃったっていうか。手の届かないどこかへ。ここ数日アストンマーちゃんと会話する機会がたびたびあったが、そんな雰囲気はあっただろうか。ともかくショックを受けていることには違いないだろう。捜索に協力し学外を見て回ることした。ちゃんとこうお辞儀してお願いするっていうのはなんだかんだ性格いいよね、アストンマーちゃん。よしと。なんて汚れてんだね、土汚れ。アストンマーちゃんは以前ホワホワさんと一緒に寝ていた高架下にいた。
立ち上がったアシトンばあちゃんの前には今できたばかりであろう土の山ができている。ほわほわさんはやっぱり白だから白いお花が好きですか？それとも赤？あっちに黄色いのもあったんですけど。なんかもうこの辺がカノンじゃないけど、なんかね、昔の泣き芸の要素っぽい、このもうすでにそういう雰囲気だもん。セリフ回しとか。好きな色くらい聞いておけばよかったですね。まーちゃん、失敗。思っていたより。アシトンばあちゃんは冷静だった。涙の跡もなく淡々と墓石に向かって語りかけている。大丈夫ですよ、動画も写真も撮りましたからね。安心安全、アシトンばあちゃんですから。ちゃんと私の中の空で飛んでいますよ。第3話にして茶化せるような雰囲気じゃなくなっちゃったんだけど、あなたはあの時の強いんだな。ウマ娘ですから人よりはムキムキです。イエス、そういう話じゃないんだけどね。いや、そうじゃなくて、友達であったホワワさんの亡骸とともに消えたのだ。てっきり悲しんでいるかと思っていた。そう正直に話す。なるほど、それで強い。確かに多くの人は亡くなると悲しんでいました。でもまーちゃんは知っています。命は流れるものなのです。病院が教えてくれました。病院が？お母さんがお医者さんですから。まーちゃんの公園は病院だったのです。病院は命が流れています。なんだ、厩舎の馬主さんかなんかが病院の関係者だったんだっけな。確かそんなつながりだったような、ちょっと合ってるかどうかわからないです。上流から下流へ、生まれて流れて、すべて必ず海へ行くのです。海に、あとさんも海へってことね。アテナ、例外はありません。ホワホワさんもあなたも私も必ず海へ行くのです。それは例えば呼吸に酸素が必要なことくらい、雲はつかめないことくらい、夕方にはお日様が落ちることくらい、普通のことなんです。だから悲しくはありません。何も言えなくなったこちらに気づいているのかいないのか、彼女はよどみなく淡々と話し続けた。本当に悲しいのは忘れられることです。私やあなたがホワホワさんを忘れてしまうことです。だから一番重要なのは後なのです。いなくなっても消えない後です。もうここで十分重いよね、話が。消えない後、ふと先日のアシトンばあちゃんの言葉を思い出す。まーちゃんの夢はマスコットになることなのです。アシトンばあちゃんがグッズ化を望んでいる理由は、目立ちたい、愛されたいというものの延長かと早合点していた。
が、この様子だとその意味合いは確実に違う。そこにあるのはただただシンプルで、とやかな、痛烈な。どうしましたか？石になってしまったのですか？このシーンをふとたまらなく確かめたくなった。君は、はい。どうしてグッズになりたいんだ？ほう、まーちゃんはですね、まーちゃんは明日種目別競技大会に出て大活躍するので見に来てください。この辺でもダスカのいなくなってしまいそうな子でとかいうのがもう全てがフラグに聞こえちゃうんだよね。この辺でこの後墓に備えるための花を二人で探した。結局答えが言葉にされることはなかった。3話が終わった。3話だっけこれ。3話が終わったんだよね。で、トレーナーになる話のいつもの流れだった。ここでトレーナーになる第4話。夢は世界一のマスコットになることです。ねえ、どうなるの？こう明るくここでとりあえず第4話終わってくれるのかな。先日言われた種目別競技大会へ来ていた。前回の模擬レース同様、アストンマーチャーを目当てにしているトレーナーは多い。あ、今回も走るのか。あの子いつもニコニコしているよな。確かに、まるで何も知らなければ違和感を覚えることもないくらいアストンマーチャーは変わらない笑顔だった。なぜ彼女が今日の種目別競技大会に自分を誘ってきたのか、その理由は結局考えてもわからなかった。見ればわかるのか、ただ見てほしいのか。答えは出ないまま、やがてレースは始まった。まず好ダッシュ、アストンマーちゃんが切りました。アストンマーちゃんは冷静だった。時期を伺い、ここぞという時を待っていた。そして、さあ最終直線に入った3番手アストンマーちゃん。ここから、ここはここからっていうのはいつものほんわりたセリフじゃなくて、力強いちょっと早めのセリフだったね。独特なピッチ走法で土を蹴り上げる。瞬きのたびにスピードが上がっていく。外からアストンマーちゃん接近中。外からアストンマーちゃん、アストンマーちゃん。遠投を捉え抜き去り、さらに加速する。そして、ゴール板を駆け抜けるアストンマーチャの姿はあまりにも強烈で鮮烈で刹那的で、なんで刹那的になったんだろう。一番重要なのは後なのです。いなくなっても消えない後です。なんかピコーみたいな音がもうなんか泣き芸のこのよそよそ出てくるフラグ的な音に聞こえちゃうんだよね。決して見逃してはいけない。気づけばそんな衝動に駆られていた。ごばしい差をつけての堂々ゴールイン。しかもなんとアストンマーチャンレコードタイムです。さらにはえ、落突していた。ざま。マジで落鉄した上であんなスピードを、あの子やばいな。気づけば体が動いていた。弾けるようにその場を離れ、相当な逸材だ。やっぱりもう一度スカウトへ行ってくるよ。ってあれ、おかしいな。
さっきまでいたのに。ドナミをかき分けて青いターフへと向かっていた。息絶え絶えにゴール板近くまでたどり着く。アストンマーチャもいつもの笑顔で立っていた。大活躍だったでしょ。どやどや。どやどや。君を忘れさせたくない。え？君と契約を結びたい。そう頼むつもりだったのに、口から出てきてはそんな言葉だった。忘れさせたくない。横丈がいつもの笑顔じゃなくなっちゃった。これでは意味がわからないだろう。きちんと言語化しなければ。そう焦るが、うまい言葉が出てこない。レースを見ていて思ったんだ。彼女が見に来てくださいと言った理由がわかった。レースでなら誰よりも深い跡を残せるという自信の裏付けだった。それを瞬時に理解できるほどに先ほどのレースは強烈だった。すっかり脳裏に焼き付いてまるで消えそうになかった。消したくないとさえ思った。レースを見ていて、あなたは私を忘れさせたくないって思った。それで、だから。ふむ、ふむ、ふむ。え？審議中。テストです。あなたの目に、まーちゃんはしっかり映ってますか？映ってるよ。本当に、しっかり映っていますか？映っていますかが映像の絵。やけに強調される言葉にピンとくる。きっと彼女が言っているのは物理的な意味ではない。彼女の望みは後を残すこと、できるだけ広く深く日本中、いや世界中に後を残すことなのだ。しっかり映っているよ。映し続けるし、みんなの目にも未来永劫を映し続けてみせる。そう言葉を尽くして彼女に伝えた。みんなの目に未来永劫。いいですね、それ。決めました。あなたの瞳を私専属のレンズにさせてもらいます。カメラマンになりますか？いいですか？いいですね。いいということで。それでは改めまして自己紹介をしましょう。ここで第1話に戻るとね。こんにちは、アストンマーチャンです。アストンマーチャンが視界に入り込む。軽やかでそれでいて儚くて、取り漏らすまいと目を凝らした。よろしくね。なるほど。ここで、まあ、持ってなくても読める1から4話が終わったっていうことですね。で、本来ならここの4話でトレーナーになって育成ストーリーを、まあ、それぞれ見ていくっていうところなので、はい、ということで、まあ、全然見てない第5話。はい、ということで、こっちを行きましょう。海は空を映しますか？またね、海は空を映しますかというね、この、実際読んでも意味がわからないという話ですね。はい。どの時期なんだろう、これ。お昼、お弁当を持参し、屋上へとやってくると。ここですよ。こんにちは。アストンマーちゃんでーす。今度は、自分じゃ、あ、トレーナーに行ってるわけじゃないのね。なんだろう、今度は何？また鳥？空に向かって両手を振るアストンマーちゃんがいた。一体何に手を振っているのだろうか、見上げてみると、あれはヘリだろうか。ちょうどトレセン学園の上を通り過ぎたところらしい。取材ヘリです。高い高いところからトレセン学園を撮るんだってお友達が言ってました。
おお。こちらに気づいたアストン・マーちゃんが説明をしてくれる。全体を撮ることが目的なら気づいてもらえたところでズームにしてもらえるとは限らない。それでもアストン・マーちゃんは空に向かって笑っていた。映してもらえるかもしれない、そんな小さな可能性にかけて。まーちゃんの夢はマスコットになることなのです。ただのマスコットではないです。世界を股にかけたスーパーマスコットです。あらゆる場所に出没し、あらゆる人の手に渡る、そんなスーパー、いえ、ウルトラスーパーマスコットがいいのです。ヘリも泳いでいるみたいですね。スイスイ、はあ、空って海と似てますね。多くの人に自分を覚えてほしい、それがアストン・マーちゃんの夢。多くの優秀な馬娘たちが走るレースで誰かの記憶に深く強く刻まれるのは簡単なことではない。遠い遠い空もいつかは近くなったりするんでしょうか。アスカとウォッカがいる世代なのか。誰もがたどり着く海のように。アストン・マーちゃんと同じように空を見つめる。望む夢を叶えるためトレーナーとして何ができるのだろうか。あと一周。はーい、まーちゃん、行ってきます。行ってらーって。アストン・マーちゃんの走る姿を見ながらこれからのトレーニングについて考える。苦手克服、特性をさらに生かすような、やるべきこと、やらなくてはならないこと、いけないこと、やりたいこと、乗り越えていくもの。だから一番重要なのは後なのです。勝ち続け、その姿を残すには多くをこなしていかなくてはならないだろう。アストン・マーちゃんの夢はそれだけ大きい。わ、私専属のレンズさん、誰を映しているんですか。今のはモノローグじゃなくて、もう本人見えてますかっていう意味だったのね。オレンジ色の瞳、遠い空より今はまーちゃんを映してください。トレーニングについて考えていた。ふむふむ、つまりまーちゃんのことですね。あと覚えていてもらえる方法を。そうなのです、トレーナーさんにしっかりと覚えてもらえたように、世界にはたくさんの命があります。みんなみんなそのあり方は違うのです。まーちゃんをそのたくさんに残すには、まーちゃんにもたくさんが必要なのです。まっすぐに見つめる瞳、それはまるでどんな努力も厭わないという意思表示のようで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、考えるよりも行動を、ただひたすら願いのために一途にまっすぐにどんな壁も乗り越えて、深く深くアストン・マーちゃんの姿が多くの心に残るよう全力で取り組んでいこうと改めて心に誓った。終わりかな、これで。おう、5話は終わった。第6話、レンズは今何色ですか。さっきはオレンジ色って言ったら夕日色とはまた違うのかね。何なんだろう、色、何色ですか。うん、右、左、奥、まーちゃんグッズはどこですか。この時代はどこだろう、もうデビューした後なんかな。グッズはどこですか。はてはて、ありません、見つかりません。はい、それとも新商品は別のところでしょうか。新商品もグッズ販売されたのかな。
そろそろ何かしらのグッズが出ているかもと、アストンマーちゃんと馬娘グッズを見に来たのだが、デビューしてそこそこだったってことかな。まだないみたいですね。でも特番にも出ましたし、デビューもしましたから、きっともうすぐここにもずらーりです。ただね、短距離路線だからね、アストンマーちゃん三冠馬にもなれないし、なかなか辛いんだよね。楽しみだな。はい、楽しみです。ワクワクさんです。正直グッズ化そのものは難しくはないだろう。だがここに並ぶほどとなると、ああまあここってなかなかね、なんかアニメートじゃないけど、そういう結構なトップにしかなれないよってやつか。大丈夫大丈夫、たくさん強くなって活躍しましょう。そうしたらたくさんの人がまーちゃんを目に映します。映したらガツンです。まーちゃんのラブリーさに観客席の皆さんもお茶の間の皆さんもハートをガシッです。ガシ、妖怪帝王の声優さんもそういえばハートキャッチプリキュアか分かんないけど、なんかあの辺の NC で出てなかったっけ。関係ないか。言葉も空気もふわふわとして柔らかい雰囲気だから、その思いはどこまでも一途で強い。本当に悲しいのは忘れられることです。忘れさせない、ずっと覚えていてもらう、その願いは何としても叶えてあげたい。あれは？なんか見つけた？トレーナーさん、そろそろ帰る時間です。一体何を見て？ごめん、先に帰ってて。何を見つけた？よとんとした顔のアストンマーちゃんに手を振って目に入った。それで向かい足早に歩いた。何だろう？お、慌てんぼうのトレーナーさん、珍しいですね。慌てんぼうのさトレーナー、慌てんぼうのサンタクロースがですか。今興味聞かないな。慌てんぼうのサクラス、サンタクロースもまあ興味ってわけでもないか。一緒に手作りの香り袋を作ってみませんか。そんな手芸店のポスターが目に入った。自分なりにアストンマーちゃんをイメージした色とデザインで小さな香り袋を作った。中にはまだ何も入っていないが、でも特番にも出ましたし、デビューもしましたから、きっともうすぐここにもずらーりです。だから見ればたかがグッズだと大げさだと言われるかもしれないけれど、その願いの根本にあるものはあまりにも深く、アストンマーちゃんの夢を叶えるために担当トレーナーになった。そのためにならどんな儚い希望になってすがりつきたい。だからこれは願掛けのようなもの。グッズと呼ぶには不格好で、たった一つしかない小さな香り袋だが、それでも君の夢が叶うように。それはまーちゃんの夢ですか？どこへ行くのかなってチラチラしていました。そうしたらするりと手芸屋さんに入っていって、布を選んで糸を選んで手作りコーナーにちょこん。お店の方にたくさん聞いてちょっぴり緊張していましたね。そこまで見られて。はい、トレーナーさんはすごく真剣な横顔でチク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 。気がついたらまー、あ、ちゃんはずーっと見ていたのです。なぜでしょう、わかりません。
でもずっとずっと波の音を聞くように立っていたのです。おまーちゃん、ライブトレーナーのことでも気になってきたってことかね、この辺で、この辺の時期は。香り袋、まーちゃんの色をしています。まーちゃんに似ています。まるでトレーナーさんが新しいまーちゃんを作ったみたい。これはその願掛けっていうか、アストンマーちゃんのグッズと呼ぶような大層なものではなく、自己満足の願掛けであると伝える。願掛け？まーちゃんを忘れないように、それを持っていないとまーちゃんのこと忘れちゃいますか？それはいけませんね。どうしましょう。冗談なのか本気なのかわからない空気感でアストンばあちゃんがこちらを見つめてくる。忘れるわけないよ。そうなんですか？当然だ。毎日どころか一日に何度も考えている。トレーニングやアストンばあちゃんの夢のことを。そんな状況で忘れるなんて無理があるだろう。日々重ねる記憶を思い出しては未来のことを考えて。覚えているのに何度も思い出す。覚えている、考える、思い出す。まーちゃん？違いますね。覚えてもらうことと思い出すことは似ていても全く違います。トレーナーさんは私を覚えていて、その上で何度も思い出しているんですね。止まらないもの、継続、繰り返し、波のように何度も。どうかした？なんだかムズムズします。ムズムズ、くすぐったい。なのに嫌な気分じゃない。トレーナーが思い出してるってことかな。その辺がいいってことかな。不思議なんでしょう。ムズムズ、首をかしげるアストンマーちゃんに釣られて、こちらも首をかしげてしまう。上に近づき、アストンマーちゃんはこちらの手に握られていた中身のない香り袋を見つめる。そしてツンと指先でつつき、香り袋、まーちゃんにください。まーちゃん、それが欲しいです。ダメですか？これやるゲーでいうこの香り袋がキーアイテムになるやつじゃん。絶対これがないとなんかバッドエンドを迎えちゃうみたいな。別に構わないけど、こんなのでいいのかと持ち上げて改めて香り袋を見つめた。やはり少々不格好だ。作り直そうかと尋ねると、いいのです。最初に作られた、それが特別なのです。俺はでもやっぱりムズムズします。ナイス姉ちゃんの時の手作りのトロフィーとかもそうだけど、やっぱりこの辺はいいアイテムだね。見ていると余計にムズ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 、なぜなんでしょうね。なんなんだろうね、ムズムズ。いいね、この辺の暗い雰囲気がなくなってていい感じじゃない。この辺はアストンばあちゃんに香り袋を渡す。不思議そうな顔で、でもどこかはしゃぐようにアストンばあちゃんは香り袋を見つめては首をかしげる。それを何度か繰り返してから振り向いて、じっとこちらの瞳に入り込んでくる。そしてトレーナーさんのレンズは
いつも空の色に変わりますね。空の色、青色なのか夜の黒い色なのか何なんだろう、どういうこと。そう言って背中を向けて歩き出したのだった。どういうことだろう。空色。最終話かこれで。第7話、答えは遠い未来で。なんだ、海が見えるのもまた大丈夫かこれ。暗い話とかなってもな大丈夫だよな。なんかさすがにないでしょ。海はなんかね、嫌な感じがするけど大丈夫かな。まあはい、行きましょう。最終話。夏合宿、これどっちのシニアの夏合宿なんだろう。最後の夏合宿、夏合宿、夏合宿ってことは7月、8月、シニアの7月、8月ん？かな。クラシックの7月、8月。どっちだ？1日目のトレーニングを終えて、故郷のアストンマーチャの記録を細やかに残す。はい。合宿だけで随分と。成長が感じられる。過去のデータと見比べても満足のいく進み具合と言えるだろう。トレーナーさん、パソコンさんとお話し中で、ふむ？これはまーちゃんの記録？そうだよ、日々の記録。日々の記録。あ、これはまーちゃんのコセルか。一周ごとのタイム、うん、足の運び、癖、まーちゃんの気づかないところまで。こんばんは。お、影響魂さんですかね。はい、こんばんは。はじめましての方ですかね。はい、コメントありがとうございます。今日初めてのコメントなので非常に嬉しいです。今ウマ娘のアストンマーチャのシナリオ、まあ、第7話最後まで見ているので、もうそんなにもう多分10分もないかもしれないですけど。恋愛シミュレーションゲーム、ウマ娘プリティダービー。あ、恋愛シミュレーション、まあどうか、アストンマーチャの場合はね、恋愛シミュレーションゲームにしか見えないってやつですね。はい。でも昔良き時代のキーとかが流行ってたギャルゲー時代の泣きゲーの世界ですね、どっちかというと。はい、今の10代ぐらいの子だと分かんないでしょうね、泣きゲーが流行ってたと。たくさんたくさん残されています。はい、残してます。トレーナーの仕事だからな。これがトレーナーさんが覚えていてくれるアストンマーちゃん。珍しくポカンとした様子のアストンマーちゃんに少しおかしくなって明るく言葉を返す。毎日新しいマーちゃんが更新されてるよ。毎日新しい私が。はい。だとしたら、みんなの中に残るアストンマーちゃんはどんな姿をしているんでしょう。日々私が変わるなら、写して覚えてもらった数だけ私が残る。たくさんのいろいろなアストンマーちゃんが。ああ、それはなんだか覚えている。そんな言葉では足りないくらい、とてもとても色鮮やかに感じますね。ムズムズではなくて、だいぶ色鮮やかになったのか。まーちゃん？トレーナーさん、空です。もうすぐ空に花が咲きます。そうすると海にも花開くのです。もうこの辺ギャルゲーヒロインセリフだよね。もうしかもちょっとやばいパターンの。行きましょう。
いつか行き着く場所。今は見つめるだけにして。これがね、往年のやるゲー泣きゲーだとね、この行きましょうが実はひらがなになってるとかよくあるんだよね。ちょっとこの行きましょうっていう言葉がもしダブルミーニングじゃないかとかね、考察ができちゃうとかね。はい。昼よりもずっと涼しいですね。それにとっても静か。波の音よく聞こえる気がします。エニオスタイとかの海はいいんだけど、アストンマーチャンの海はなんか暗い話になりそうで警戒するんだよね。気持ちがいいな。はい。波の音を聞きながらアストンマーチャンと海を見つめる。会話などなくても気まずさはなく、しばらくぼーっとしていたが、そういえば以前あげた香り袋のことを思い出し聞いてみる。あの中には何か入れたのだろうか。まだ何も入れてません。でもいつも持ってます。今も。何を入れましょう。どんな香りにしましょう。正直特に何を入れるかはもともと考えていなかった。なんなら匂いのするものでもなくてもいいだろうし。写真とか、まーちゃんの写真？折って入れるのはダメです。ダメです。写真はそのままが一番なのです。ダメなのか。他のものにしてください。なんだ？じっとこちらを見つめながらアストンまーちゃんが言う。うんうんと悩みつつ空を見たり海を見たり。まーちゃんは何かないのか？あります。今入れています。何を？教えてくれないんだろうか、これ。え？あ、ほら、あ、花が咲きますよ。はぐらかされた。花火でも上がるのかな。もしかして夏だもんね。花火じゃないかな。あ、花火やっぱり。静寂を破って響く花火の音、その光が海に反射しキラキラと光っている。よかった、空に映るとか言うからまた変なちょっと暗い話になるかと思ったけど、明るい話じゃん。この角度だと海に花は見えませんね。でもきっと海の中からは見えるはずです。きっと海の中って海の海に帰った人たちからも見えます的な話。これもしかして。私のレンズさん、今は色鮮やかです。空を映す海みたいに。何を入れるか悩んだ時間も、花火を見た時間も、ちゃんと全部覚えました。だから香り袋を見るたびに思い出します。まーちゃんたちしか知らないこの時間を。ほん？でもそれだと思い出袋になってしまいそうです。やっぱり香りも入れましょう。一緒に探すのです。今日の思い出と同じ暖かで透き通るような色鮮やかな香りを。なんでこのなんでピアノバージョンなんのこの曲といい、やばいね。なんか雰囲気がエンディング集がする。そこまで言われアストンマーちゃんが何を入れたのかようやく分かった。何を入れたの？世界中の人たちにアストンマーちゃんを覚えてほしいです。俺は分かった。私は分からない。何を入れた？後を残したいのです。でももう一つ願いができました。何？できちゃいました。何だろう。
うん？トレーナーさん、これからのまーちゃんもたくさん覚えていってください。みんなにじゃなくてトレーナーさんとのってこと？なんだ？今日の私、明日の私、世界中には映しきれない私を、映しきれない私、トレーナーさんのレンズに映して残してください。トレーナーさんのレンズ、あなたに私のことを残してくださいってことでいいのかな。みんなでじゃなくて、もちろんロで終わった。しーです。しーなの？ちゃんと覚えていてくれたかはずっと未来のトレーナーさんに聞きたいのです。お、忘れていたら一緒に香り袋を開きます。そうしたらきっと思い出せますから。これあれだ、分かってるよ。これ分かった。これギャルゲーでいうバッドエンドだと、主人公が、うん、この香り袋は何、あ違う、香り袋は何だろうとか言って開いて、あ、香り袋に開いて、バッドエンドじゃなくて香り袋は何だろうって開いて思い出すとか、そういうパターンになるね。え、やっぱり香り袋、キーアイテム。今のまーちゃんがどんな顔をしていたのか、トレーナーさんがどんな色をしていたのか、遠い未来でまた確かめましょうね。え、終わりかな。電気の一文目に書くことはもう決めてあるのです。トレーナーさんにはわかりますか？終わりましたね。はい、ということでアストンマーちゃんの7話までの視聴が終わりました。やっぱりギャルゲー世界全開ですね。はい、なんかもうちょっと一歩間違えたらバッドエンド行くような、もうヤバげな雰囲気、泣きゲーですね。これはもう確実なギャルゲーというか泣きゲーの方です。はい、ということでちょっと、そうですね、まあちょっとチャンミも始まったんだけど、ちょっと私見てない馬娘は 全スキップして、初期キャラ以外は、初期キャラの頃は結構配信者さんとかが配信しててたまに見るんですけど、あまりこの馬娘ストーリーってやってる人も少ないし、ガチャで出て初めてやるってことも多くて、私それ見てなかったりとかするので、見ていないキャラクターのちょっとストーリーを見たりとかもしていきたいと思います。で、そうこうしてるうちにちょっと面白そうなゲームがあったら、そこの、なんかノベルゲーを見つけてなんかやったりとかもしたいと思います。ということで約1時間で、今回は50名の方が見てきていただいたんですかね。はい、その中で提供魂さんもコメントありがとうございました。あとは、まあ、あとはカンチャイタさんもね、コメントカウントダウンとかしていただいてありがとうございます。あとなんか種みたいなものも撒いていただいたそうなのでね、10個ありがとうございます。まあ他の方も来ていただいてありがとうございます。ということで、アーカイブの方は私の YouTube チャンネルの方に録画データをアップしておこうと思います。ということで今日の配信これで終わりたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。また明日同じような時間帯22時に配信したいと思いますので、よろしくお願いします。ではまたねー。